BRMP139 は、ブリティッシュレーシングモータースが1969年、1970年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。ピーター・ライトとトニー・サウスゲートによって設計された。エンジンは、自社製の3リッター V12 エンジンを搭載した。1969年シーズン、P139 は、第6戦のイギリスグランプリで投入され、 ジョン・サーティースがドライブした。予選6番手からスタートしたが、これは BRM にとってシーズンの予選における最高成績であった。決勝では1周目にフロントサスペンションが破損、リタイアとなっている。続くドイツグランプリでもサスペンショントラブルが発生、決勝を走行することはできなかった。イタリアグランプリでは2台目の P139 が準備され、 ジャッキー・オリバーもドライブすることとなった。サー,アーティースは周回数不足で悲観燥扱いとなり、オリバーは油圧低下のためリタイアした。カナダでは両者ともエンジントラブルでリタイアした。アメリカグランプリではサー,アーティースが3位に入賞するが、チームにとって今シーズン唯一の表彰台となった。最終戦のメキシコではオリバーが6位に入賞し、チームは7ポイントを獲得。 ランキング5位となった。1970年シーズン、チームは P153 を使用し、P139 は開幕戦でジョージ・イートンがドライブした。イートンは予選23位、決勝割タイヤとなった。12ポイントを BRMP138 が獲得した。2全ポイントを BRMP153 が獲得した。ありがとうございます。